あ、ごめんね。ちょっとあの目を保護するためにね、目薬。はい。これは蜂酸とヒアルロン酸の入ってる目薬です。はい、それから耳は別に悪くないけど、耳の病気の予防のためにね、はい、鎮静剤、溶化剤って言うんですけど、これをちょっと一滴だけね、入れさせてもらいます。おしっこ先生さん持ってきて。それで、これは保湿剤。はい。保湿剤と T3 をちょっと振りかけます。で、ちょっと VE にしてください。ごめんね、ごめんね、ごめんね。食欲落ちてきちゃうとね、測定皮膚炎って言ってね、うん、足の裏がですね、うん、皮膚炎を起こしてくるケースが多いんですよ。うん、あとごめん。ここね、すごい腫れてるんだよ。ここにバイ菌がいっぱいいるから、細菌がいっぱい出てたじゃないですか。はい、こういうね、はい、オシダイド T3 とプラス、これはちょっとあの、クロルヘキシジンっていうね、はい、刺激の少ない消毒薬で細菌を抑える薬をちょっとつけさせてもらいますね。はい。で、はい、じゃあウェットブラシね、お湯をしながら。で、ちょっと軽くブラッシングしながら光線照射します。はい、それでちょっと点滴の準備します。はい、100で。はい、100で。はい、100でも3分ぐらいでいいですよ。ちょっとあの、今まで点滴どうやってます？はい。ないですか？はい。点滴で、ね、まあ、静脈点滴でこの手術できないから、はい、皮膚の下に点滴を考えます。だからちょっと大きな注射器使いますけど、それからモルボットは 99% 悲しそうな声が出ます。注射すると、はい、申し訳ないですけど、はい、この子の多分出ちゃうと、反対に出ないと相当弱ってることになるんですけど、ブラッシングしてるじゃないですか。はい、これも、ね、皮膚を刺激して血流を良くしてくれますので、はい、あの治療です。いや、嫌がらんという皮膚をする。で、これはあの人間のウェットブラシ、はい、なんですけどね、痛くないやつ。じゃあ、止めてください。